敬遠したじゃない。俺は全然ありだと思うんだけど、ただありなんだけど、外国人ピッチャーで満塁策結構厳しいかなって思った。彼は何か持ってるね、思い切りがいいっていうのかな、ハートもいいしさ。まあ、4戦目に行くんですけど、まあ、結果的に4対3で阪神が勝ったっていう形なんですけど、うん、この才木投手と山崎投手の投げ合いでしたけど、うん、まあ、ちょっと山崎投手はちょっと苦労したようなピッチングに感じたんですけど、うん、まあ、サーチや、そうだな。本当でも去年とか今年とかを比べたら山崎はだいぶ本当に成長してて、あのシーズン中もそうだし、まあ、この動画でプロ入って8年もかかって2桁勝利してね、あれしたけども、まあ、喪失とか才能とかっていうのはやっぱり、もうもっと早くしててもおかしくないじゃったんだけど、でもまあ俺はすごいこう、この2年ぐらい山崎はすごい成長したなと思う。これっていうのはやっぱりこの日本シリーズをクライマックスで投げた経験とかっていうのはやっぱり自分の中で自信になったりとかいう部分はあったんですか？まあそれは当然あるだろうね。何か変わったっていうのはありますか？まあ、まあコントロール良くなったよ、前より。まあボールは別に速くなるとかそういうのはないけど、コントロール自体は良くなったんじゃないかな、去年、まあ3年ぐらい前のより。あとまあ投げ急がなくもなってきたもんね、だいぶ。守備のミスっていうところですよね、前半のミスみたいなところが。野球にエラーはつきものなんで、ただやっぱ短期決戦特にミスした方が負けるっていうのはもう当たり前だから、まあシーズン中もそうなんだけど、まあなるべくミスを減らすっていうのがね、野球で勝てる方法だと思うんだけど、まあいろいろどっちもミスあったからね。そうですね、どっちもありましたね。そうですね全然ないわけじゃなくてから、だからやっぱ7戦までいったんだと思うけど、短期決戦でミスしたらやっぱりなかなか取り返せない、そういう感じはしてた。だから土のグラウンド3戦目以降土のグラウンドでやったし、あの辺って結構やっぱ甲子園って守備難しいからさ、その人工芝よりね。まあオリックスの方は慣れてない感じだったね。ただまあオリックスはやっぱまあ故障者も出たりとかいろんな部分でちょっとまあ敬遠したじゃない。俺は全然ありだと思うんだけど、ただありなんだけど、外国のピッチャーで満塁策結構厳しいかなって思った。コントロール自体が悪いわけだから、まあ最初から悪かったからああなったんだけど、だ例えばあれでそのフォアボールの心配がないピッチャーに変えるとか変えてやるとかそういうのもあったのかなと思うけど、ちょっとワゲスバックじゃ満塁策苦しくなんじゃねみたいなとこはやっぱある。ただその作戦が、ま、なんか世の中いろいろ賛否だけど、俺的には間違ってはいないと思うんだけど、どうせ1点取られたら負けなんで、ね、いろんなことが言って起こるし、スポーツは何でもいろんな、っていうことが起こるんで、まあ、基本的にはアウト取りやすい方法の方がいいと思うんだよね。だ例えば、あれ、あの時誰だった、バッター。糸原が三振して、近本がフォアボール。で近本が三塁って中野敬遠、森下敬遠です。あ、まあ、中野だけでよかったじゃない。中野で敬遠して1、3塁になるじゃない。で1、3塁になって、まあ多分中野走るでしょ。で2、3塁だったら1塁空くじゃん。そしたら森下と勝負してた方がなんか1個空いてるからね、ボール球でも勝負できるしっていうのもあるからな。まあそれはピッチャーのあれによるよね。でもね、俺もね、満塁策選手の時あったけど、結構嫌だった。もう1点取られたら終わっちゃいますもんね。1個上げてもらいたかった。どうせ1、3塁とかだったら2、3塁になるから、その間にストライク取れるから、バッターね、カウント取れるんで。で、セカンドに行かれるまでにカウント有利にしちゃえば、まあ抑えられるんじゃないかっていうのはやっぱあるから。だからまあそれはピッチャーのタイプと、そのコントロールによるんじゃない？やっぱり。まあ多分あの場面、満塁にして結局、3球連続ボールから、大山選手にボール3球連続した時点でちょっともう厳しいなってちょっと思った、まあ、だからもう要するにそこはまあ敬遠策は悪くないけど、そこの見極めを間違えただけじゃない、中島監督はって思うけど、まあ森下で勝負してよかったかなって、まあちょっとワゲスパック投手のそんなに状態が良くなさそうだ、まあそこをあんだけストライクがいなかったら、そうだよね。まあ、でもなんか結局あれマウンドに行かず普通に申告敬遠してたような感じです、うん、なんかああいうのはやっぱり一回ピッチャーに相談していただきたいですかね。決め事というか、まあ僕はもうどっちでもいいぞって言われることもあったけど、ベンチが決めてほしいって言ったけど、歩かせるか歩かせないか
で、まあ、シーズン中だと、その、どっちで勝負するみたいなのもあるんだけど、昔はあったんだけど、まあ、俺がやってる時は。だけど、その、いや、これ勝負しますとか、それが通る時もあるし、いや、これ歩かせ、もう絶対っていうのもあるから、そこはね、なんか、チームによって微妙なんじゃない？首脳陣の判断に任せるっていう、うん、その、まあ、オリックスのスタイルだったのかもしれないですね。うんうん。まあ、そうだと思うよ。まあ、船上さんが結構リスクはあるよね、あそこ、平野投手、一応、まだ、あの、枚数的には残ってましたけど、あれはやっぱり、10回、のことを考えて残しておいた方が良かったのか、それとも早い段階で変えた方が良かったのかみたいな部分はありますかね。なんでバーゲスバッグ行ったかはあんまり分かんないから。そもそもがってことですね。そもそもは、うん、まあ、コントロール危ねえなっていう感じのピッチャーが行ってもね、ちょっと怖いよね。まあ先行だったっていう部分が大きかったんですよね。そうね、やっぱ先行はあるよね、やっぱそこは。ちょっと結果的に負けてしまったけど、まあ、ちょっとまあ采配、これも仕方ないっていう考えですか、ね、もうあれはしょうがないでしょ、別に、あの、マルサが悪いとか、悪くないとかっていうより、やっぱそれはそれで勝負してるわけだから、いろんな意見をね、今の時代だから、言ったりする人いるんだけど、監督が決めることだから。チームにとっては最善策だったっていう判断になるんですね。うん、そんな感じかな。もう5戦目に行きたいと思うんですけど、うん、まあ、これ6対2っていう形なんですけど、最初の足立選手のエラーからの点数が始まってるんじゃないかなって印象を受けるんですけど、どうですかね。いや、もうベテランらしくないよ、あれは。あのエラーから始まってっていうか、もう俺はもうオリックス勝つと思って見てたもん。で、やっぱあのエラーで流れは変わっちゃったのね。だからまあ、ファインプレーは本当にいらなくて、アウトにできるの、もう必ず確実にアウトにしてくれる方がピッチャーはやっぱりすごく良くて、ファインプレーもすごい嬉しいけど、普通にイージーなやつをやっぱりエラーされるとやっぱりこう気持ちの切り替えって結構難しいから、まあ、あのエラーは非常に痛かったよね。でもね、オリックスにとってはまあ日本シリーズ勝つか負けるかのところだったもんね、あれね。あれ勝っとけばもう流れは全然オリックスだったから、あれ、あの試合はね、だから痛かったんじゃないかな、あれは。言うと、あと今大山選手が打って4対2までいって、うん、で結果的にあの坂本選手があのタイムリースリーベース打ったじゃないですか。あそこ4点で抑えてればまだ可能性はありましたかね、うん、いや、もう逆転じゃダメや、あのイニングで。あのイニングでほぼもう逆転、一気に逆転されたら、まあ、ほぼ反撃力はないよね。もう坂本が打っちゃったからね。一応坂本もバット持ってるんちゃんと。後輩だから言うけどさ。後輩だから言うけどさ。まあ、非常に一気に、だ普通はあそこで追い越せないんだよ、ああいう展開になると。追い越せないんだけど、まあ、あれ追い越して、一気に追い越したから、やっぱり、それは勝ったんだけど、集中力、相手のミスに乗じて、うまく攻撃できたから、やっぱり一気に逆転できたと思うよ。じゃあ、シリーズ通すると、あの8回の裏みたいなところが、0でいってるか、6でいってなければ、もしかしたら優勝が変わった可能性ありますかね。いやいや、全然変わったでしょ。あれ、もう、だって、普通、あれ、8回だったよね。いや、俺だってもう 2-0 で勝つなと思ったもん。2-0 だからなんかで。2-0 で、途中で6回、5回、6回ぐらいか。その辺で 2-0 で勝つんだろうなと思って、まぁ、ちょっとうとうとしたら逆転してた。うん、あれ、いつの間にかみたいな。そうそうそう。これって甲子園だったからとかっていうの大きかったりするんですか？あんまり関係ないですか？経験はあるからね、その、足立にしてもね、ベテランだし、まさかの坂なんだよ、あれが。野球ってのはそういうことがある。じゃあ次もう6戦目に移りたいと思うんですけど、5対1で結局オリックスがまあ勝つ、うん、まあ、これもう山本投手がまあリベンジを果たすっていう形になりましたけど、うん、14奪三振の日本新記録、うん、日本シリーズ新記録。13個は工藤さん、99年第1戦13個取られたんで、俺中日だったんだけど、それでバッティングが全部狂ったんだ。みんな木川打てず、ゴメス打てず、みんな打てなかった。だから山本が1戦目にあれやってると、うん、流れも変わったから。まあ、ちょっと状態が良くない、習得回転してるっていう話してましたけど、1戦目は、うんうん、この6戦目はもうちゃんと修正できてたっていう印象ですかね。まあそうじゃない、あのそのクライマックスの時もそうだったから、2試合あんまり良くなかったのね。で、あの試合やっぱりちゃんと復活してきたんで、まあさすがだなっていう。じゃあ、まあ完璧なピッチングっていう、うん、いいピッチングだったしね。本人もやっぱアメリカ来年行きたいから、そういうね、ちゃんと最後はっていう気持ちもあったろうしね。ずっとオリックスにいるわけだからさ。まあ3戦続けてやられないとこはやっぱり
えらい。7戦目いきたいと思うんですけど、まあ、結果的に7対1で阪神が勝ちまして日本一を決めた試合になりますけど、うん、まあ、順番で言うと西投手が行くのかなみたいな感じ、ローテーション的に言うとここ青柳投手ちょっと今年あんま成績残せなかった中での先発っていうのは、うん、ちょっとあえて変えてったって感じなんですか、状態が良かったっていう認識なんですか。まあ西をだからもう6戦目を使ったじゃない、まあ、それもあるんだろうと思うけど、まあ青柳もまあ7戦までいけば勝っても負けてもっていう感じになるじゃない、やっぱさ開き直れるとかみんなね。でも青柳がよっか、青柳も頑張ったし、そのまあシーズンダメだったところをね、なんか補えたとこだったと思うし、まあ俺は宮城が打たれると思ってなかったから、まあ偶然あれはホームラン本当打たれちゃったけど、まああのホームラン、まあオリックスのベンチも宮城打たれると思ってないよ、一気に3点取られると思ってないよ。失投なんだよな、失投ではないのか、チェンジアップちょっと甘めに入ってきたような気はしない。あれね、失投回転してないよ、スライド回転してるから、まあ振ったとこ行ってホームランになっちゃったんだけど、まあ思ってもない点数の捉え方したんで、まあ、オリックスもちょっとこう、あ、まずいみたいな感じになったよね。1点とかの感じで、イメージ的に1イニングにその2点以上とかっていうイメージはなかったから、取られても1点でっていう感じのあれだ。その取られ方もあんまりオリックスにとっては良くなかったんじゃないかな。3点一気に取られたっていうのはね、もう、あれは聞いたよね、でもね。そうですね。で言うと、やっぱり近本選手がこの試合で4アンダーしたんですけど、うん、これ、まあ、このまま MVP を獲得したんですけど、うん、このやっぱり1番バッターとしての機能がこの試合も完璧に果たせたっていう感じですかね。うん、もう全部ずっとそうだったじゃん。だって5割ぐらい打ったんじゃない。まあ、足早いし、あんだけ試合出しちゃダメなんだけどね。まあまあマークする、ああいう短期決戦だとマークする人はやっぱ決めていくんだけど、近本にはやられたね、でもそれ以上に良かったんだと思う、近本、中野がね。結果的に4割8分3厘。ねえ、でしょ？ 5 割ぐらい、はい、大したもんですよ。で、まあルーキーの森下選手も。彼はなんか持ってるね、いろいろ。うん、思い切りがいいっていうのかな。なかなかいい、ハートもいいしさ。打率だけ見たらそんなに良くないと思うけど。意外とキーになってたよね。森下に厳しいんだよ、結構な。でも、彼は頑張ったと思うよ。そうです。まあ、ちょっとあのエラーとかも あったりして、そうですね。あれは大きかったような気も しますけど。いや、でもなんか持ってんだよ、あの子。なんかそういう選手っているんだけど。なんかああいういいとこで回ってきたりとか、そのエラーとか、まあミスもするんだけど、ああいういいとこで回ってきて打てちゃったりするっていうのはね、結構持って生まれたもんなんで、なんか持ってる感じの子。まあまあ、その持ってる期間に成長しないとダメだけどね。この後、いつもお母さん怒られてるけど、まあまあ、プロとしてまだまだのとこあるんだろうけど、来年とかまた楽しみじゃない？結構。まあ結構パンチ力があって、スケールの大きい選手みたいな。パンチ力っていうかね、思い切りがいいんだよ。意外と開き直れんのよ、あの子。打ってやろうとかっていう気持ちもあるんだけど、それがあんまり空回りしない子なんだよね。はい。ちょっとなんか綺麗にたまに逆方向に打ったりとか。そうそうそう。だから、打率今年はどのぐらいだったの ?2 割 ?2 割3分7厘ですね。でしょ ?2 割3分7厘で3番打たすんだから、岡田さんも長くやってるから、なんか持ってるなと思って使ってんだって。で、来年以降良くなるんじゃないかっていうのもあるし、成長ね、させないといけないっていうのもあると思うんで、我慢して使ったと思うけど、2割3分だったらレギュラーじゃないじゃん、本当は。でもなんか感じるものが岡田さんはあったなと思うけど、我慢して使ってね、新聞でもボロカス言われて、それでも使うんだからさ、まあ、青柳しかり、森下しかりだよね。その二人結構言われてたけど、結構やったら活躍したじゃない、やっぱり。なんか若野さんもちゃんと見てるんですよ、そういうの。ありました。じゃあまあ、ちょっとシリーズ通してなんですけど、竹谷さんが投手と打者で MVP を与えるとしたら、うん、どなたとどなたになりますかね。阪神の村上じゃん、ピッチャーはだったらね。バッターはまあ森下だ。近本だけど森下だよ。持ってる森下だよ。森森くんだよ、もうね。まあ、ちょっと来年が期待ですね、どちらの。だから来年は2割6分とか8分とか打てれば良くなるんじゃない。まあ1年やったからやり方も分かると思うし、ピッチャーも当たったことあるピッチャーがどんどん増えるわけだから、研究して本人が良くなれば、本当2割8分とか普通に打てるようになれば、もうレギュラーだよね、完全に。来年、今年みたいな打率だったら、お母さんもそれはなかなか使わない。可能性もあるじゃない。まあ期待してるからこそだと思うよ。森下厳しいのは。
じゃあちょっと来年にどちらも、まあ、村上投手もどんな成績残すかも期待ですし。村上ってね、ストレートはやっぱね、そのね、1600回転ぐらいするんだよね、多分あれ。多いから空振り取れるんだよね。ああ、150キロぐらいじゃん、出ても。まあ、空振り取れるのはやっぱそこは理由なんだろうね。わかりました。ありがとうございます。